ピンポン。いや、いつもまともじゃないですか。まったく、いつも私たちがふざけてるみたいな言いがかりはやめてほしいですよね。お、あかりちゃん早いですね。さすがは優等生。おい、ねえねえ聞いてくださいよ。今回の動画のテーマ、まともなことをしたい、ですよ。おい、その言い方だとまともな活動をしてないみたいですよね。いつもあんなに真面目に活動をやってるの。ずっこめ。ああ、地震、地震だ。あかりちゃん地震ですよ。危ないです。で、あかりちゃんだけ、気づくの遅いんだよ。え、そのサイズ、どうしたんですか？成長期。成長著しすぎんだろ、ちげえよ。ではどうして？いや、そこの黒板あるやん。はあ、そこに押してはいけないスイッチあるやろ。あれ？ほんとですね。それ押したらでっかくなったんや。あ、パンツ丸見え。にゃあ、やめろや、もぐくな。迫力がやべえ。つまり整理すると、物質の黒板に見慣れないスイッチがあって、絶対押すって書いてあったけど、好奇心でポチったら大きくなってしまったと。まあ、その通りや。ふむ。パパじゃねえの。うわあ、言い返せなくてマジで腹立つ。まあとりあえず先生も押してみよう。うおーおーおーい。あれ、何も起きない。顔だけ。うわあ、洗顔調しづらい。そこどうしましょう、あかりちゃん。ふむ、もう一回押したら二人とも戻ったりせんかな。ああ、逆にね。せやん。よい、じゃあ行きます。にゃあ、ピンポン。こんちは。お、一番乗り。なんかまたスイッチある。もう今度は絶対押さん。またひどい目に遭いたくないしな。いや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 、絶対あかん。本当にマジの絶対あかん。うわぁ、ゆかなっちゃう。さあ、今日も一発かましに行きましょう。はい、先生。こんにちは。あれ、あかりちゃんはまだですね。珍しいですね。おい、ふむ。ではとりあえず UFO でも呼び出しますか。そんなことできるんですか。イエス。いいですか。おい、こっちへこっち。この草を頭につけて、危なくしょーと叫びましょう。はい、ではせーの、危なくしょー。お、 UFO 来た。すごい。ん、 UFO がなんか持ち上げてますね。気づけやー。うわー、あかりちゃん何やってるんですか。あかり先輩、どうしたんですか、その姿。いや、そのあれや、そこの黒板にスイッチがあるやん。あ、ほんとだ。もしかしてまた押したんですか。しゃあないやろ。その反応やめろー。ついなちゃん、ついなちゃんはうちの味方やんな。ちょちょ、次。おい、こっちを見ろ。うわー、バナナで滑った。あ、イエーイ、これでついなちゃんのうちの仲間や。キー、仲間外れなんてする。先生もすごい。やめとけ。え、なぜに。やっぱりお前の本体はメガネだってことだよ。ピンポン。ショートコント、結婚相談所。ああ、結婚して、結婚して、結婚したいです。入りから推しが強い。ではお客様のプロフィールをお伺いしてもよろしいですか。お前相談員側かよ。そんな肉食系みたいな相談員やだよ。うちがやるから代われ。結婚して。うるせえ。はい、じゃあお客様のプロフィールをお伺いしてもよろしいですか。ゆずきゆかりです。年齢29歳、職業趣味、年収250万の都内実家暮らし。周囲の友人が結婚していく姿を見て、何の出会いも恋愛経験もない自分の現状との差に焦ってここに来ました。生々しすぎるわ。お姉さん、なんや、結婚しましょう。見境ねえなこいつ。ではお相手に求める条件は何でしょうか。呼吸の有無です。生物全般。いや、それだと幅が広すぎるので、もっと狭めてください。いや、ちょっとこれ以上は収縮できない。お前の幅じゃねえよ。相手に求める条件のハードルが低すぎるって言っとんじゃボケ。もっと相手に求めることはないんか。金、急にリアル。まあお金は大切ですからね。他に条件はありますか。いいえ、金だけあればいいです。画滅。お金が呼吸をしていたらなおよし。もしじゃねえよ。はいはい、じゃあ次はプロフィール用の写真撮りますよ。はい、チーズ。待て、何これ。お、ベストショット。バカなのかな。よし、これでプロフィールを作ればっと。こんな感じでどうですかね。プロフィール、どうもこうも。表記。いや、これで結婚できますかね。絶対無理。お、お二人のショートコント生で初めて見ました。ふふん、面白かったですか。普通でした。くは、まだまだ修行が足りんな。